今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。女優の佐々木希さんと石田ゆり子さんが16日ホットペッパービューティー新 CM 発表会に出席。新 CM のテーマである突然襲ってくる美に関する強い衝動にちなみ、自分に訪れる衝動を聞かれると、リップをつけることが多くて、なんかお家にリップを忘れてしまったりすると、あーやっぱ落ち着かないっていう感じになってしまうので、これは非常に女性らしい衝動ですね。俳優の佐藤健さん、神木隆之介さんが高校生漫画家コンビを演じる映画バクマンの新テレビ CM が公開されました。全部で4パターンあるこの CM、 ジャンプアニメに縁の深い声優さんが担当しているんです。さあ誰の声か分かりますか？お前とだから戦える。ジャンプの頂点を目指す。私の夢にもあなたがいること。さあこっからが勝負だ。正解は、1本目がワンピースのルフィやドラゴンボールのクリリンを演じている田中真由美さん、2本目が北斗の拳のケンシロウや筋肉マンの筋肉マンを演じた神谷明さん、3本目はドラゴンボールのブルマ役の鶴ひろみさん、そして4本目はドラゴンボール孫悟空役でおなじみ野沢雅子さんでした。元 SKE48 のメンバー矢上久美さんと小木曽しおりさんが期間限定で2年半ぶりに芸能活動を再開することが15日発表されました。2人は2013年5月にグループを卒業と同時に芸能界も引退しています。期間限定の活動内容は、本の記念イベントを、10月5日に10月5日に、私たち故郷の名古屋のゼップ名古屋で行いたいと思っております。これには集まったファンも大興奮。本格復帰は未定のようですが、彼女たちに会えるチャンスがまた戻ってくるのは嬉しいですね。元モーニング娘。の吉澤ひとみさんが16日、繊維メーカーの新ブランド発表会に出席。今月5日に一般男性との婚約を発表後、初の公の場に登場した吉澤さん、司会者から祝福されると、恥ずかしいですが皆さんにそう言っていただいてすごく嬉しいですと照れ笑いを浮かべていました。お笑いコンビ 8.6 秒バズーカーが15日海外ドラマフラッシュ日本初上陸記念特別イベントに出席。フラッシュにちなみこんな内容をこぼしました。まあとりあえず早く出てきたけど武器持ってないから、ね、あんまこんな自分らで言うはずないイベントに登場した名田木武さんからこんなアドバイス。 7年前にある外人のキャラクターをやってた。今も乗り越えているということだ。ありがとうございます。それを乗り越えての今なんですね。8.6 秒バズーカーのお二人もぜひ乗り越えていただきたいですね。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。